はい、マノチです。よろしくお願いします。斉藤由樹物語2018やっていきましょう。能力下がってんのかな、年齢的なもので休息はだいぶ下がってきましたね。あ、今日そんな大丈夫ですね。大丈夫だ、全然大丈夫。いけるいけるいける、全然余裕できるわ今シーズンは。いやー強そうだと思うんだけどな、にちゃんもな。今年こそというかあれか、7月に国際大会選ばれればもうシーズン終えることなく最終回か。今シーズンぐらいやりたいな。いやいや、ファイターズ開幕戦やめる。まあしゃないですね。なんか毎年開幕戦負けてねえか毎年負けてねえか。2年目どうだったっけ。さあ出番をくれ。まあ単純にあれだよね、その勝ちパターンで出ることが多いってことは登板数が多ければ多いほど日ハムの調子がいいというような判断もできるよね。これは逆に出番がないんじゃないか。出番減るな日程進むぞこれ。いやまあ連敗しなくてよかったよ。まあとりあえず、投手を覚えていきます。いやゴルフしてそのお金稼げる状態を作って家買ったりとかっていうのもしたいんだけどね。やっぱそれって長い目で見た時のマイライフのやり方だもんね。こう日本代表入りを目指すんだっていう短いスパンで考えたら、お、あるぞあるぞ、よし。ピッチャーを7回の裏、バブローズラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは安達、見送ってストライク。まずは決めてきました。投げた、アウトローへストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投げた、打ちました、ショート右横のフライ。よし、いいぞ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 。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH を打ちりボール球を打ったぞ。第9、投げた、ストライク。まずは決めてきました。投げた、内角低め、カットボールは外れても空振り。第4球を投げました、低めの球。 OK、 ちょっとやっぱフォーク危ねえな。なんか俺が思ってたより浮いちゃうんだよな。第1球、インロー際どい球、ボール。投げました、インロー空振り。タイミング俺の感覚がそもそもずれてんのか、投げました、打った、鈍い。そもそもフォークが全然武器になってないのか分かんないけど、どっちにしろ理由はどうあれちょっと危ねえなフォークかな。絶好調でこれだったらちょっと投げたくないもんね。先頭バッターはマレー、今日はここまで3打数1安打。投げました、打ちました、1、2塁歓迎。多分これ3イニング投げるぞ。アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは省エネピッチ、打たせて取っていくぞ。投げました、ストライク。第2球、投げた、ストライク。膝元厳しい。今日のシュートの変化量は多いですね。これを軸にできますね。第3球を投げた、流し打ち、ファール。第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、レフト前進、ヒット。いや、いい、しゃな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 い、打たれんのはしゃない。こっからよ。猛牛の切り札、武田、投げた、初球を打ちました、ショート左、ゲッツ。セカンド、フォースアウト。よいし、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。今日9回の裏、5点を追いかけます、バファローズの攻撃。バッター猛牛のセーブついちゃうよ。投げた、ボール。第3球を投げました、打ちました、掴んだ、アウト。いい仕事するじゃないの斉藤さん。ここであれだよね、2年間便利屋として過ごしてきたのが生きてるよね。投げました、低め、外角ストライク。イニングまたぎ慣れてるっていうのが。3球目、空振り、追
追い込んでいます。投げました、ストレートはボール、インコース高め、投げました、フォーク、オッケー、今のはいいとこ行ったな。低めの変化球でスイング、俺の感覚か、第1球、俺が思ってる以上に低く投げちゃっていいのか。ショート右へのゴロ、オッケー、やりました。ファイターズ見事勝利です。素晴らしい、いい仕事しましたよ。いいんですよ、ロングリリーフも慣れたもんでございますよ。いや、また新たにライバルができましたよ、これで。その苦手意識っていうのも2年目までの話よ。今年は抑える。ちょうど投手の経験値はこんなもんか。強気に行きたいもんね。で、経験値確認と。あ、増えてる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 。これは早いぞ。これはそれこそ夏までには行くぞ。全然余裕で行くぞ。本読んでると調子の変動早いな。でまあ調子がもう絶不調とかまで行っちゃえば、お出かけして飲食店行って調子を上向きに変えていきましょう。お待たせいたしました。頑張れ日ハム。ファイターズ敗れ、ここまで勝率5割かい。奥井とバッテリー組みたいな。シーズン中あるかな。あればいいけどな。なんだって。やっぱあれだな、なんだろう、こう起用方法が変わったせいか、なんかこう感覚が慣れていかない。単純に点差だもんね、出るか出ないかな。いや、なんだろうな、こうね、もうちょっとこうバランスのいい試合というかさ、なんかこう極端すぎるんだよ。だってもうただ試合ボーッと眺めてご飯食べてるだけやからね今ね。いや、まあ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 、ただただただあれですよ、もう自分がいつ出れるってもう出てもいいように準備を進めておくだけですよ。そう考えたらやっぱ60試合登板2年連続はなかなかいい仕事をしてたな。本当に2年目なんていうのは大躍進だったな。これあるぞ。よしピッチャーマリーズ追う展開で迎える7回です。バッターは角中、今日2打点を挙げています。角中さんか、投げた、決まった、ストライク、お、ラッキーラッキーラッキー、ちょっと1球インコースになりますか。第3球を投げた、嘘だけどね。よし、いい仕事しました、いい仕事しました、素晴らしいです。こういうの楽しいこういうの楽しいな。
いい仕事してるわ、いい仕事してる。助けて、戻れなくなった戻れなくなったわ。よし、間違えた。もう全然本読めねえ、全然本読めねえぞ。毎回こんぐらいのペースかな。今回はちょっと登板数少ない方になってくるのかな。まず慣れないとね、この起用方法に感覚が。楽天生命パーク、いや今俺ノーヒットノーランしちゃうかなと思ったわ。いや、というか日ハム調子いいわ、日ハム調子いい、調子いい、いい感じでスタートダッシュは切れてる気がする。お、今1位じゃん。あるぞ、今年あるぞこれ。結構ゲーム中だとこの最初の順位がそのまんま後半まで行くことが多いよね。現実だとさ、まあ、ここからなんかこうひっくり返ったりとかもするけどさ、ゲーム中は本当になんかこのまま行くことが多い印象がある。ファイターズピッチャーを7回の裏、イーグルスラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターの足立、今日は三振とサードゴロ。投げた、このボールも空振り。5球は3球目、投げた、空振り三振。ほら、ラッキーでございます。打順は1番に帰って奥へ投げました、外角低め見送って、なんかシュートが危ねえ気がするな。投げました、完全に外れた、ボール。投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投球これから4球目、外れた、ボール。投げました、ボール。第6球を投げました、打った。第7球を投げた、引っ張った。よし、いやなんか今のはいいね、力でねじ伏せた感じがいいね。これで2アウト、ランナーありません。バッターはバントの名手ディジリサは今日はここまで3打数こうあれだからね、こうなんかこう隅っこついて技で抑えていくような流れな感じだけど、力もあるからね彼は。投げた、打ちました、ライト右へのフライですが掴んで、これで初球、いい仕事しました。斉藤、ファイターズ見事勝利。いいわ、リリーフエースいいわ。チームも4連勝、素晴らしい。リリーフとしてね、こう強気にベシッと出てく様を見たいよ俺は。あれだな、イニングまたぎが基本ないせいか、本当に日程が進む日スピードが速い。まだ動画の尺も14分だろ、あと5分ぐらい撮るわけだからね。ピッチャーを7回の裏、イーグルスラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは銀次、今日はショートライナー、ピッチャーゴロ。第2球投げた、打った、レアダイレクトでボールを掴んでアウト。いや安定してるもんな。第1球投げました、直球ストライク。第2球ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、打ちました、レア下がって今ボール球だろう、多分な。初球空振り、タイミング合いません。投げました、打ちました、ファールボール。絶対打たれるわけにいかんぞ。投げました、1球外してボール。さあ4球目、見送ってボール。第5球
投げました。打った痛烈な当たり、クリーンヒット、一塁ランナー一気に三塁へ。これはまず岡島ツーベースヒット、ファイター。よし、しっかり押さえるぞ。ピッチを迎えます。先ほどのプレーです。さあ、ここが試合の分岐点となりそうです。ファイターズ、ここで前進守備を敷きます。第9投げた、初球から打っちゃった、センター前のヒットになります。センターバックホーム、続いて2塁。最悪だ。最悪だ。リプレイで逆。負けはつかんかったけどさ、いや、やっちゃったね。リリーフエースとしてはダメですよ。まあチームが勝ってよかったけども、いや、なんかちょっとあれですな、引きずっちゃうな今の失点はな。どんぐらい溜まった経験値。あ、半分以上来たね。いや、今の失点はな、今井選手最初ボール球から入ってもよかったな、もうたらればだけどな。お待たせいたしました。強いな日ハム、めちゃめちゃ強いな。めちゃめちゃ強いな日ハムな。こんだけ勝ってまだ2位とゲーム差が2しかないってことに驚いてるけどさ。あと1試合ぐらいなんか登板して終わりたいなという気持ちではいるんですけどもね。あれだよね、もうロングリリーフがほぼほぼないって思えてるから進められるよね。あのギリギリまでだいたい20分ぐらいで取ろうとは毎回思ってるからさ。ファイターズピッチャー交代です。11回の表、これからライオンズの今日ラストにしましょうか。獅子の解放、中村、アウトロー際どい球、ボール、投げた、アウトコース低め、空振り、タイミング合いません。投げた、シュートはボール、投げた、打ちました、ケイ、松本、ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、バントの名手、炭谷、今日はここまで4打数1安打。第2球投げた、おっと、デッドボール、これはデッドボール。第9決まった、ストライク、少し迷ったか、投げました、打った、ボテボテのショート、あ、無理かな、源田君無理か。2塁フォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。走っては来ないべ。第9投げました、打ちました、ファール、一球外しみっか。初球ファールから投げました、外角高め、ボール、ちょっと投げと。一塁牽制、タッチはセーフ。まず走っては来ない。第3球ランナースタート、キャッチャーの送球間に合うか、盗塁を許します。ゲンダー、ファイターズ外野は浅めの守備を取ります。投げました、4球目空振り。第5球投げました、ボール、投げた、打った、引っ張った、取って、これです。よーし、さあリプレイです。ファイターズこの回2アウト、引き分けか。まあ、あれ、これでコントロール何ぼいった、コントロール B とかなってない、なってないか、 そんな高くなかったっけ。コントロール B とかになってたらすげえなんか嬉しいんだけど、なってないかな。
68か。あとなんとかコントロール2上がんねえかな。コントロール B あったらなんか見栄え的に全然違ってくるもんね。よし、今回はここで終わりましょう。終わり、バイバイ。